大阪市立萩野茶屋小学校は、かつて大阪府大阪市西成区にあった公立小学校、西成区の北東部を校区としていた。2000年代時点では1学年に1クラスの小規模校となっていた。児童数減少のため、近隣の工事、今宮の両小学校と統合し、小中一貫校の大阪市立新今宮小学校、今旧中学校に改編され、 2015年3月31日に閉校した。旧西成郡、今宮村で3番目の小学校として、今宮第一、今宮第二の2小学校の校区を再編して、1917年に創立した。その後今宮第四尋常高等小学校の発足により、従来の登校校区の一部を今宮第4校の校区へと変更している。大阪大空襲の被害により、 終戦直後の1946年に特風国民学校を統合している。特風小学校は貧困のために不修学になっていた児童への対策として地域の特殊化の手によって1911年7月に南区南高岸町で創立した。その後1922年に大阪市に移管され、1938年に西成区に移転している。 特風小学校跡地は保育園となっている。また1962年には、アイリン地区の不修学児童対策のため、萩野茶屋小学校、今宮中学校分校として、アイリン学園を設置した。当初は、西成警察署前の空き地に、プレハブ校舎を建設したが、翌1963年には、大阪市立アイリン小中学校として独立し、 大阪市立愛林会館内に移転した。1973年には、萩野茶屋一丁目9番に独立校舎を構えて移転し、大阪市立新今宮小中学校と改称した。しかし、社会状況の変化により、新今宮小学校は1981年、新今宮中学校は1984年に閉鎖している。 新今宮小中学校跡は老人遺いの家などになっている。なお跡地には2020年12月に大阪社会医療センター附属病院が新築移転している。ありがとうございます。